毎日夜な夜な原稿を直したり、なんかいろんなことやってるんですよ。ちょっと泣きそうになったりとかしてるんですけど。皆さんこんにちは、えんみかです。今日はえんみかチャンネルからお知らせがあります。いつもこのチャンネルをご覧いただいている皆様、大変にありがとうございます。また今日初めてこのチャンネルで私とお目にかかることになった方、もしよかったら最後までご覧いただけたら嬉しいです。で、このえんみかチャンネルは北海道に住んでいるえんみかがの目線でお届けする北海道の情報や、私と同世代の皆様と一緒にいろんなことが考えていけるようなチャンネルにしていただきたいなっていうふうに思って運営をしております。まあ、いろんなこのジャンルに富んでいて、私遠藤美香自身を発信しているチャンネルでもあるんですけれども、その中の一つのコンテンツとして私がやっている仕事、ライターのことで、今日はこの動画を撮っています。実は、12月の15日に私の持っているコンテンツを公開することになりました。その公開方法はウェブマーケティング的にはホワイトペーパーと言われているもので、PDF をダウンロードしていただけるようなものになっています。で、内容はお客様に選ばれるビジネスプロフィールの書き方ということで、2万文字、だいたい35ページぐらいの PDF が完成しています。まあ、完成しているというか、まだブラッシュアップが続いている最中なんですけれども、明日12月の15日に公開いたします。この申し込み方法というのは、無料ダウンロード申し込みページを明日の夜に公開するんですけど、そこに行っていただいてダウンロードしていただくような形になっています。真似するだけ、ビジネスプロフィールのを書く3ステップというメールセミナーも一緒にお届けすることになっていますので、もし中小企業の方や個人事業主の方、これから起業されようとする方、気になっている方は、ぜひ明日私のこのチャンネルでまた URL も公開しますので、ぜひそこからダウンロードしていただいて、ビジネスプロフィール一緒に書いていけたらと思っております。で、プロフィールっていうのはウェブ集客においてとっても大事なんですね。で、実際やっぱり初対面の人と会う時の第一印象ってすごく大事じゃないですか。そのホームページやブログに行った時に、初めて会う方が、例えば私のページに来ていただいた方が読むページなんですね。この人はどんな人なんだろうとか、どんなことを考えてるんだろうっていうことが分かるページなんですね。でも本当に今個人がこうやって YouTube とかでもそうなんですけど、発信をしていく中で仕事につながっていく時代になっています。パーソナルな自分のことをどれだけ伝えていけるか、そこが勝負になっていきます。このぜひ大事なビジネスプロフィール、これからねお役立ていただけたらと思っております。私が明日公開する URL に行っていただくと、お客様に選ばれるビジネスプロフィールの書き方、無料ダウンロード申し込みページがそこにあります。で、そこに行っていただいてお申し込みいただくとメールが届きますので、そこのメールからダウンロードページに行っていただいて、ダウンロードしていただければと思っております。なんかうまくいくかなと思ってドキドキしてますが、ぜひ応援していただけたらと思っております。今日はちょっと短いんですけれども、これで動画終わりたいと思います。応援してください。意外とね、もうなんか切羽詰まっててっていうか、毎日夜な夜な原稿を直したり、なんかいろんなことやってるんですよ。なんかちょっと泣きそうになったりとかしてるんですけど、ちょっとこの2日間頑張りますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。応援してね。じゃあまた。すいません。失礼します。